おはようございます。プロテイン生活の2日目になりますね。2日目の朝ごはん、ちょっと朝がだからちょっとテンションがすごいしてるんですけども、まあもうすでにもうちょっととにかく2日目になると腹が減っちゃって、早くプロテイン飲んで朝ごはん済ましたいと思います。いただきます。ごちそうさまです。これで2日目の朝ごはんが終了です。プロテインチャレンジ2日目の夕飯ですね。さすがに2日目になってくると腹が減って仕方がないです、まあ、とりあえず、夕飯はいつものプロテイン牛乳で、割って飲んでいこうかなと思います。疲れますよね。あった。ごちそうさまでした。で、明日はラスト、最終日なんで、頑張ってやっていこうかなと思います。ぶっちゃけね、結構もうすでに体がなんか軽くなったような気がするんで、ちょっと明日がすごい楽しみでございます。それじゃあおやすみなさい。はい、皆さんおはようございます。3日目の朝となりました。さすがに結構3日目にもなるともうさ、結構お腹が空いちゃって、結構もう心が折れかけてますね。そうですね、そろそろ限界近いですね。先ほどまあ朝ごはんであるプロテインも、ちょうど飲んで、これですね、このダルビッシュ選手も飲んでる、このホエクーストアルティマっていうプロテインで、まあこれでね、きっとね、まあ今日の夜までにはまあきっとね、顔もこんな感じで、まあお互いダルビッシュみたいな顔になってるんじゃないかなって思います。いや、なってますね、絶対なってますよ。うん、なってるね、なってますね、これは。まあそんな感じで、今日が最終日です。こんな感じで張り切って頑張っていきます。あと少し頑張ります。はい、皆さん、最終日の、最後になりました。やっとでしたね。やっとこの3日間、無事、まあ、終わらせることができました。いやー、この3日間結構思いのほか辛くて、もう空腹との戦いの3日間でしたね。結構昼は普通に食ってたんですけど、それでも夜はやっぱり、夜がきつかったですね。そうですね、結構腹が空いちゃって、まあ辛かったですね。一応今日が、最後で、最後の晩餐、まあ、プロテインなんですけども済まして、これからちょっとまあ、体の見た目だったりとか体重の変化をなど、比べてみようかなと思います。まあ、辛かったのは辛かったんですけど、まあ、やっぱりまあダルビッシュ選手が飲んでるプロテインを飲んだおかげか、やっぱり顔もどっちかというとダルビッシュ超えたんじゃねえかってぐらい、こうなんかまあ本当にダルビッシュなっちゃったんで。なってねえよ
はい、ということで、じゃあ、最終結果をやっていきたいと思います。こういった感じで結構、まあ見た目的に結構絞れたんじゃないかなって思って、でなおかつ、まあ、筋肉も、あんまり落とせず、絞れたのもしっかりとタンパク質で、取ってしっかりプロテインで置き換えたことによって、まあ、筋肉量もさほど落ちず、うまく見た目だけ絞れたのかなと思います。まあ、特に置き換えとかに、このような置き換えダイエットがするときにおすすめなプロテインが、このプロテインなんで、まあ、当店でも販売してますんで、皆さんぜひ置き換えダイエット、やるときはこのおすすめのプロテインでちょっと置き換えダイエットなんかもちょっとやってみてください。それでは3日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。これからも、何かしら面白い企画やっていくんで、よろしくお願いします。お願いします。それではまた。バイ。